つないでね、うん、あのスターター回してたんですけど、うんうん、火が出るでしょ、はい、そうするとそのキャブレターも CR キャブレターって昔のやつはティクラーって言って、うん、そのオーバーフローさせる、ね、フロートをオーバーフローさせて抑えてね、うん、オーバーフローさせてガソリンがこぼれたやつがベンチュリーのとこに出てくるわけです。それにスターター回したらそれが濃いガスが吸入されて火がつくっていう、そういうスターターだったから、それがこぼれたやつが火花で、ね、引火してね火事になっちゃう。どうもこんばんは。こんにちは、ライトでございます。ライトです。今日もですね、はい、兵庫県を代表する製造業、はい、それも世界最高級の品しか作らない、はい、うん、そんな会社がなんと兵庫県豊岡市にあります。その名は尾藤 R&D と申します。ジョー尾藤です、はい、の代表取締役、尾藤ジョーさんに今日もお話を聞いてください。今回もよろしくお願いします。さて、はい、24歳の尾藤さんは、はい、単身アメリカ放浪の旅にで、はい、その頃、レーサー高住片山はですね、はい、ヨーロッパに乗り込んで、はい、さあこれから戦うぞと戦ってました、うん、その、アメリカで放浪の旅、ね、お互いがね、うん、世界をね旅してね面白い、うんうん、なんかちょっとワクワクしますね。面白いでその尾藤さんがアメリカ大陸を自分で川崎 Z2 名車川崎 Z2 を、うん、整備しながら点々と旅してる中でトラブルに見舞われたんですよね、はい、うん、まあ半年の間に、うん、2万キロぐらい走ったんですけど、うんうん、どうしてもドライブチェーンが伸びちゃうんですよね、うんうん、で何本かスペアのドライブチェーン持って行ったんですけど、持って行ったんだ、はい、だけど荷物も積んでるし、うん、で当時の、まあ、ドライブチェーンって結構伸びるんですよ、ね、うん、で伸びちゃうとダラ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 こう、うん、チャンチャンチャンってくるんね。でもスプロケットも摩耗してね、はい、こう山がだんだんこう滑りそうに、はい、なってきていっぱい後ろまでもう引っ張ってるしで、ロサンゼルスで帰ってきて、うん、ロサンゼルスからスタートしたんですよ、はい、でぐるっと回って帰ってきて、うん、でそれまあ直そうと思ってもね、で川崎のディーラーハリウッドにありましてね、うん、そこに買いに行ったんですけど、うん、部品ないんですよそれ、うん、っていうのは Z2 って日本の国内しか売ってないバイクで、あ、うん、そうだったんですか、はい、アメリカは Z1 って 900cc のバイクだったんで、まあ、ギア比が違うんですよね、うん、でスプロケットの大きさが違うから当然チェーンの長さも違う、うん、で当時のドライブチェーンはこう一本のやつを切って使うんじゃなくてエンドレス、エンドレスって言ってね、もうつながったやつを売ってるわけですよ。でそれをスイングアーム外して入れ替えて使うという方式だったんで困っちゃってね、うちではできへんと、そう、もうそんなの日本でしか売ってないようなバイクの部品なんかないよって言われて、でそこのスプロケットの幅は一緒なんでしょ、スプロケット長さだけは違う、長さだけ違う、うん、でもう困ってたらそのノースハリウッド、ちょっと北にね、うん、ノースハリウッドっていう町があって、うん、そこに吉村っていう日本人がチューニングショップをやってると、うん、でまあそこへ行けばレースだからね、いろんなギア使いますからね、うん、長いチェーンも短いチェーンもいるわけですよ、うん、だからそこへ行けばあるんじゃないかって教えてくれて、うん、で買いに行ったわけですよ、はい、そしたら、ま、案の定ね、チェーンもあってスプロケットもあって、はい、で買って、さすがで自分で、まあ、そこで道具を借りてね、うん、直して、お、メカニックは何、随分できてたわけ当時から、普通の整備は、まあ、そうそう、一応ね、うん、別冊モーターサイクリストじゃなくてね、うん、あの当時はオートバイとか、うん、モーターサイクリストっていう、うん、分厚い本があってね、はい、月刊誌のね、ああいうののところにさ、なんか整備の方法とかいうのがあって、うん、はい、そういうのを読んで、あ、そういうことか、自分でいろいろできるのはできた、独学は独学で、はい、コンストラクター、はい、ジョー・ビトを育てた雑誌がオートバイとモーターサイクリストと、はい、そうそう、でそれはできたわけです、うん、でまあある程度その自分でねやらないと、もちろんタイヤ交換とか、うん、遅延交換とかね、うん、そういうパッドの交換とかメンテナンスができないとまず旅ができないっていうのもあって、うん、
まあ、それできた。そうかそうか。でそこで直し、うん、部品を買って直して帰ろうと思ったら、うん、吉村の親父が、うん、お前バイク触れるのかって言われて、うん、でいやもちろんそれはね、うん、できないと旅はできないって言ったら、うん、ええー、とこに来たなお前、うん、明日からお前うちでアルバイトせえとか言われて旅してる最中なのに、うん、でまあ僕もお金もね、うん、もう軍資金がなほとんどなくて、多分あの時ね100ドルぐらいしかなかったと思うんですけど、で、うん、ああもうそれだったらあの来ますって言って、ちょっと待って、その100ドルが使い切ったらどっかでアルバイトするわけ？そうそう、いやその旅の道中も、うん、いろんなところで出会った人に、うん、あのいろんな仕事をもらってね、アルバイトもしてたんです。例えばどんなアルバイト？例えばあの、うん、出会った人が、うん、あのまあうちそんなね、うん、貧乏であの旅をしてるんだったらね、うち、ん、に来て、うん、壁のペンキを塗れとか、ね、芝、うちの家の芝を買ってくれとか、仕事をくれたんだ。そうそうそう。でその出会った人のところで泊めてもらって、うん、食事も出してもらって、うん、で芝刈りをしたりね、うん、ペンキ塗りをしたり水道の修理したり、うん、屋根の修理したり、もうみんな教えてくれるわけですよ、こうやって直せとかね。いやいや世の中すごいね。で教えてもらって、うん、で食事も出してもらって泊めてもらって風呂にも入れてもらって、それで夜はまた夜でね、いろんな話をしてくれるんですよ。なるほど。でその人のどんな生活をしてるとかね、家族がどんな人がいるとかね、どんなことを考えてるとかね、要するにその人の、まあ、考えてるアイディアとかね、うんうん、それからその価値観、うんうん、どんなことに価値があるとか、うん、その人が思ってることとか、うん、いろんな話をするわけですよ。そうしたのにポップ吉村さんもそういう流れには入ってるわけ？あ、そこは親父、吉村の親父からもいろんな話も聞きましたし、うんうんうん、でも、うん、その英語の勉強と、うん、でアルバイトもして、うん、それでまあ、住宅とその3食昼寝付き仕事付き仕事、もうすごい、それはもうね素晴らしい経験ができたんですよ。で吉村さんのところでは何を手伝っていったわけ最初は？いやもう最初からもう何でもさせられましたよ。例えばすぐ教えられてね、うん、エンジンもすぐバラせとかね、でバラしたら今度ヘッドもあのバルブのすり合わせとかね。でも何人かいたんだろ3人、その時は2人だったですね。おまだそういう連絡。親父と、うん、お母というかお母さんと、うん、それから藤坊っていうか、うん、あの藤尾さん、うん、息子とね、うん、3人で、なるほど。であともう一人あのタンちゃんって、うん、あのアルバイトの人と、うん、がいました、うん、でそれで僕が来て、うん、5人になったのかな、うん、でそれにまあ後であの渡辺さんという人、鍋ちゃんというのが呼ばれてね、もともと日本レースしてたよ、はい、うん、でメカニックしてた人なんですけど、うん、まあ四国から呼ばれて、うん、でその人が一応チーフになって、であのやりだしました。なるほど。まあ、その話で、あの、まあ、アルバイトという感覚で、それもあの当然ずっとっていうつもりはないわけですね、旅の途中ですから。そうです、うん、ちょっとこうアルバイトでお手伝いしながらまたお金集まっ稼いだらまた旅立とうと思ってたんですよね。そう、そんな矢先それがね、はい、それ12月にその、うん、もうあの年末ですよね、うん、吉村にそこあの行って、はい、でアルバイト始めたでしょ、うん、で2月に火事になっちゃったんですよ、うん、で、あのアメリカ の, そのレースっていうのは、うん、3月の第1週に、はい、あのデートナースピードウェイっていうところで、はい、ね、フロリダ州のね、デートナーウィークだね、はい、そこで一番大きいレースがあるわけです、うん、でそれに向かっていろいろとバイクもテストしたりね、うん、エンジンダイナモでこのエンジンパワー測ったり、うん、それから、まあ、組み立てとかも してた。当時のマシンは何だったんだろう、デートナー川崎の Z1。おお、まさしく、はい、うん、だまあちょうど良かったんですよ、うん、僕のバイクは Z2 だし、うん、バイクは Z2、うん、そういうのもあってね、うん、でところがそのダイナモでエンジンのテストをしている時に、うん、
火事になっちゃってね。ほう、あの当時バッテリーをこうスターターモーターに手でこうつないでね、うん、あのスターター回してたんですけど、うんうん、火が出るでしょ、はい、そうするとそのキャブレーターも CR キャブレーターって昔のやつはティクラーって言って、うん、そのオーバーフローさせる、ね、フロートをオーバーフローさせて抑えてね、うん、オーバーフローさせてガソリンがこぼれたやつがベンチュリーのとこに出てくるわけです。それにスターター回したらそれが濃いガスが吸入されて火がつくっていう、そういうスターターだったから、それがこぼれたやつが火花で、ね、引火してね、火事になっちゃった。それは、尾藤さん の作業してる目の前で、ね、いやいや僕は超さまたまね、その日はね、うん、はい、いなかったんですよ会社。あ、よかったね、あんたがやったんじゃなくて。いや俺話聞きながら尾藤ちゃん火事を起こしてしまったんだと思って。いやいや僕はたまたま、ね、その日は休んで、はい、あの飛行機のねパイロットの学校に行ってたんですよ。その何ライセンス持ってんの？いやいや持ってないです。学校に行ってたんです。はあ、で次の日会社行ったら、うん、もうないんですよ会社。会社がない。燃えちゃった。それは驚くな。よく燃えるよね、油いっぱいだから。ないんですよ。でどうしたんかなって、間違えたんかなと思って、また帰ってね行ってきた。でもやっぱここだしなと思ってね。ないんですよ。でまあそう待ってたらね、あのまた来てみんなが、うんうん、いや実は火事で燃えちゃったんだと。で親父は入院してると、やけどしてね。で藤尾ちゃんは大丈夫だったの？そうそう、藤尾さんは大丈夫。うん、でもその後もう大変ですよ。だってデートナーはもうすぐ目の前だし、2月の末ですから。そうか、親父さんがケロイドにちょっとなってたのはその火事だ。そうそうそう。ああ、なるほどなるほど。でもずいぶん火傷したんだね。それはどうしても、でもデートナーのレースはね、行きたいと、行ってほしい、うんうん、でも燃え残った部品とかね、バイク、うんうんうん、表に放り出してあったやつからこう部品をかき集めてね、はい、うん、もう毎日本当にね、夜中どころじゃない、朝方まで仕事しましたよ、うんうん、不眠不休っていうやつですね、うんうん、であのバイクをレーサーを作って、うん、でデートナーにあのレースに行ったんです。火事起きてから一体何日？10日ぐらいですね。おー、そんなのでレースやった、はい、10日ぐらい。もうそれは大変でしたよ。親父さんはいないよね。いない、もう病院だよね。入院して、はあ、棟梁不在の状態ですよね、はい、で藤尾も、うん、あの結局電話かかってくるし、うん、商売の話をしないといけないから、うん、結局バイク触れるのはその鍋ちゃんというチーフとね、うん、渡辺さんと、はい、僕と、うん、タンちゃんというもう一人の、うん、アルバイトの3人しかいない、うん、そんな状態でね。あ、当時戦ってたわけだ。へ、大変でしたよ。だけどまあそうやってやったバイクを、うん、で結局僕はアルバイトだし、うん、そんなまあいや素人じゃないですか、うんうん、その時点では、うんうん、そんなんでもね、デートナー行ってくれとか言われて、うん、いやそんなアルバイトですよ私は。やったけど人間がいないわけだからしょうがないわけですよ、うんうん、お前バイク触れたの。頼む。それでまあまたあの5000キロぐらいあるんですけどね、うんうん、ロサンゼルスからそのデートナーまでね、うん、50何時間かかりましたよ。はあ、バンに、うん、フォードのバンにね、うんうん、マイクとパーツと、うん、まあ、いろんな一切合切積んでね、うん、3人で交代で運転しながら、全然だから止まらないですよ。もうガソリン給油と、うん、ハンバーガー買う時だけ止まって飯だって車の中で食べるわけだ。そうだよな、うん、実際そのレース結果はどうやったんですか？それでね、はい、三等賞なんです。ウエスクーリーが、その三等賞っていう言い方がいいね。味があるね。なんとなく価値が非常に薄い感じはするけども、でも三等賞だよ。それがね、それもね、ずっとインフィールドは一番なんですよ。1位でずっと走ってるんですよ、うん、でずっと裏のバンクがあのインフィールド終わったら裏のバンクに出るんですよ、うん、でバンクをずっと回ってきて、ストレートにでちょっとフラットなとこがあって、今度前のバンクに変わるあたりで180キロぐらい出るんです、うん、でそれから最高速がその今度表のバンクをずっと行くと
250-260キロになるんです。それは最高速、うん、ですぐもうブレーキかけてまたインフィールドに入っていくんですよ、うん、死刑みたいになっててね。それインフィールドはいつも一番なんですよ、うん、ところがずっと裏のバンク走ってくるあたりからダメじゃん、マシン遅いじゃんあの結局ね川崎って当時うわ振られてね、うん、ウォーブルって、うん、そう振られが出るんですよ。なるほど。そうすると開けれない、運転手怖いからこう閉めちゃうわけですよ、うん、当時の運転手は誰？ウエスクーリー。あ、ウエスクーリーが乗ってても、はい、おー、でデーブ・アルダナぐらいに乗せればよかったのにいやもうこけそうなぐらいこんななんですよ、うん、振られて、うん、でそうするとスロットルをこうグッと戻すから、うんうん、ドゥカッティにピューン抜かれちゃう。ドゥカッティ7班でしたけどね、うん、750SS っていう、それ2気筒なんですけどパワーはないけど全開でずっと走ってくるでしょ、うん、ともうそこでねピューンって抜かれ、これは2時間3時間喋っても尽きないなこれぜひね次の3本目のところでは世界一を目指しているビト R&D のところ、このなんかこうエッセンスを今のあの閉塞感のある日本の若者、うん、ちょっとねあのうんちく欲しいな。あ、そうですね、うん、あのやっぱし俺たち結果的には世界目指してきた仲間 で、はい、で一緒に82年もずっと世界を目指して戦ってきた、その面白さが今の彼にも脈々と息づいてるんで、それ次号でどうですかね、うんうん、うまいこと切ってくれました、ね、たまには俺もね、あの山ちゃん頭の中ぐーっといっぱい回ってね、はい、俺どこで切って失礼にならないかなって思ってるんで、俺いつでもどこでも切っちゃうからいや、あのそうですね、じゃあ、まあ、この続きも含めて、うん、まあ、ただその世界に挑戦したお二人の話をですね、うんうん、もう少し聞かせてもらいたいと思います。ぜひぜひ、はい、じゃもうちょっと高いよ次回は一番この会社の中で人件費高い人ですからねそうです、はい、あのもう1回分お時間お付き合いいただきまして、はい、よろしくお願いしますじゃあ、 あの次回のライドもお楽しみに、はいはい、では、じゃんけんで終わりたいと思います、はい、じゃんけんほい、またまたグーでしたさよなら